と私は犬を飼っているのですごい犬が大好きなので、オフの日はだいたい毎日私が犬と1時間ぐらいゆっくり散歩して、それがすごくリラックスになってます。家でだとお風呂上がりはよくストレッチしたり、あとなんかマッサージガンみたいのでマッサージしたりとかしてます。結構カーリングやってるので遠征することがすごく多いんですけれども、やっぱり本当はエアーのマットもずっと持っていけたらいいんですけど、やっぱり荷物を減らさなきゃいけない時もあるんで、そういう時にやっぱりエアーのマットじゃない時にちょっと布団が結構柔らかくて肩甲骨周りがすごくちょっと痛くなったりすることがあって、やっぱりお家に帰っていつものエアーのマットレス寝るとやっぱり硬さがちょうどよくてすごくこう居心地よく寝れるなっていうのをいつも実感してます。本当に違和感なく本当にスッとこう寝れる感じがします。本当に満足です。なんか親とかもちょっと 寝せてみたいな感じで私のマットでちょっと寝てみるんですけど、やっぱり違うわみたいな感じで、指はいいなっていつも言われます。